答えたことゆうすけ監督でございます。お答えたこと一輝です。はい、はい、ということで、はい、大好評企画と大好評企画、はい、まだあの世に出してないので分かんないんですけど、お便りレコードスタッフに、はい、おすすめ、音楽機材を聞いてみたのコーナーです、はい、この前岸さんに、はい、大先輩の岸さんにですねカスタムメガネもらったんで。素晴らしいですね、はい、すごい。このこれは どうですか。いや、すごいですね。なんか、はい、この今まで得たことないインスピレーションが、はい、そう、じゃあなん凝縮されてる。いや、っていうかさ、これさ、こういうのってマジでもう普通の T シャツっていうか、まあ、おだれこ T シャツなんですけど、はい、普通の T シャツ着てこれかけてたら、あ、なんかちょっとこの人なんかちょっとただもんじゃないみたいな、まあ、ありますね、確かに。あるじゃん、はい、だからなんか結構さ、まあ、俺らみたいなちょっと変な人は、まあ、いい、もともと変な人はいいんですけどなんか普通の人とかいるじゃん、はい、普通の人だけど、はい、ガッて行きたいなみたいな人とかは、はい、こういうのをやると一気に行けるかな。確かに、確かに、はい、うん、そう、まあ、みたいな、はい、まあ、ちょっとそういう風に しようかなと思ってやってるだけで、はい、よかったらメガネカスタムね、カスタムカルチャーを広めたいなって。ああ、なるほどなるほど、っていうのが、はい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 、で、なんかそれをプレゼントするみたいな、例えば一輝くんの誕生日に俺が一輝くんだったらこういうイメージかなって言って、あ、なるほど、ね、カスタムしてそれをあげる、はいはいはい、例えば誕生石、これラインストーン入ってるじゃん、はい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 、うん、ラインストーンが入ってるんですけど、誕生石とかを入れてあげるとか、ね、例えば。なるほどなるほど。それってなんか、あ、すごいいいなと思って、はい、思いと思いの交換じゃないけど、思いをあげるみたいな、はい、まあ、みたいな感じで、はい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 、はい、まあ、これをかけながらおすすめ機材を聞いていこうというコーナーでございます。はい、はい、ということで、一輝くんのおすすめ機材を教えてくださいそうですね、まあ、はい、いっぱいあるんですけども、いっぱいあるよね、結局いっぱいあるんですけど、うん、まあ、なんだかんだこれ一番好きかなっていうのは、まあ、やっぱりプッシュ2ですね。うわー、はい、プッシュ2なんか、うん、正直使いやすいとか、うん、持ってたら絶対いいとかってそういう話じゃなくて、単純に好きっす。単純に僕がプッシュ2のことが好きみたいなそんな感じです、本当に。どういうところが好きなんですか。なんなんでしょう、やっぱりなんかめちゃめちゃシンプルに作られてるじゃないですか、うん、何もなんか難しいことが一つもないんですよ、うん、全部ボタン書いてありますし、はい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 、はい、何をしながら何っていうのがあんまりないんですよ、プッシュの場合は、うん、まあ、掘り下げていけばあるんですけども、はい、基本的に触るところは全部それでできてるんですね、うん、で、もう触れば触るほどこう奥深かったりとかしますし、うん、そんな意味でやっぱりなんかこれ1台あったら本当にもうこれ1台とパソコンで曲作れるなっていう。なるほど、はい、うん、なんかさ、プッシュに関してはさ、はい、プッシュの1があったんですよ、はい、1もめちゃ良かったんですけど、めちゃめちゃ良かったですね、で、まあこれはこういうもんなんだろうなと思っていたんですけど、はい、プッシュ2が出るって言って2って何、これ以上何をやるんだろうとか、はい、結構当時思ったのね。はいはいはい、そうですね。さあ上がってきたらさ、あのさ、ちょこっとしたディスプレイがあるのかないのかだけで、もう天と地の差じゃん。だいぶ違うんですよね、あれ。だよね。はい、もうだから、プッシュ2使ったら、1にはもう絶対戻れない、ね、はい。意外と知ってるか分かんないですけど、ちゃんとクリップ、ミリのノートを前後に動かしたりできますし、ベロシティも変えれますし、やっぱあれだけで全然遊べるなっていうのはありますね。なるほどなるほど、はい、じゃあエイブルトンで主に使うときは楽曲制作、楽曲制作ですね、はい、ライブで使う、まあ、ライブどっちも使いますけど、うん、僕は制作の方が多いんで、そういった意味でも、うんうん、制作で使うことが多いですね。なるほど、はい、うん、その時に今机にピット置いといて、机にピット置いて、そうですね、セッション作って、箱をどんどん作って作って、うん、メモみたいな感じで作って、うん、はい、やることが多いですね。あー、なるほどね、はい、基本的にはセッションビューの時に、そうですね、まあ、ループをどんどん押したり引いたりとか、はいはい、敷いて、そうです、あとなんか、なんか限られたスペースじゃないですか、うん、自由な割には限られたスペースじゃないですか、そう、それがなんか面白いんですよ、単純に。なるほど、はい、なんかその辺いっぱいピアノとかあって、あれ触ってこれ触ってよりも、わかる、プッシュの中だけでこの、うん、なんか縛られた世界で曲を作るっていうのがなんか妙にこう
楽しくて。あ、だから純粋に好きなんだ。そうです、純粋に好きなんです。なんかちょっと見えてきた、訴えたいことが、はい、なるほど。あの、まあ、例えば、直接的に便利だっていうと、もう本当プッシュ2だと上ら辺にパラメータのディスプレイがついててとか、はい、あともうそもそもプッシュみたいなああいうパッドがあると、ピアノとかでも例えば88鍵とかあるとめっちゃ長いわけですよ、はい、これぐらい。なんだけどプッシュだったら、こう言ってトト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 って言ってトト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 、はい、だからあそこで収まるっていう風なんで、これぐらいにできるとかっていう直接的なやっぱ利便性ってあるとは思うんだけど、そういうこれがついてるから好きとかでもないんだ。でもないですね。もうなんかプッシュが好きっすね。すごい角度できたね。プッシュが好きっすね。一輝くんの場合はさ、もう機材結構触りまくってるから、まあ仕事でもそうですね、うん、好きなもんって言われてもいっぱいあるんだろうね。そうですね、結構あるんですけど、そんな中で選ぶものって別にそんなにこうおすすめとかっていうより、はい、なんか前になんとなく好きみたいな。そうです、毎回必ず使うわけでもないですし、うん、ただ必ず机に置いときたいんですよね。ああ、絶対になんか目に見える位置に置いておきたい。なるほどね。で電源オンにしておきたい。はい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 、なんです。一回嫁にも言われたことありましたし、結構ホコリかぶってて、だからホコリかぶる時もあるんで、うんうんうん、でこれっているやつなのって言われて、うんうん、いや、いるんだよね。精神的な意味で。そうですね。なるほどね。ですね、なんか好きなんですよね。エイブルトンのコントローラーでいくとラウンチパッドもあるじゃないですか。ラウンチパッドもありますね。はい。でも、APC、プッシュとか。はい、うん。で、いいところ悪いところあるんで、ラウンチパッドは、まあ、例えば、持ちやすかったりとか、うん、あれ、そうね。あれこそ本当にシンプルだったりするんで、うん、プッシュ高くて手出せない人はランチパッドでも全然十分なんですけども。なるほどね。うんうんうん、なんか、そうですね。ミニ使ったんですけど、ランチパッド。うん、これでいいんかな。うん、なんか、こう、なんかうんなんだ。ピッとこないっていうか。だから APC もダメなの？ APC は僕実は 40Mark2 は触ったことないんですよ。見たことあるだけで。あ、そうなんだ、はい。だけどあれはそもそもドラムパッドにならないんですよ。そうなんですよ。そう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 。そうなんですよ、はい。俺は別に手打ちでドラム打ちたいとか思わないから、はい、つまみがついてる APC のが全然いいんですね。はい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 、うん。で、あと、そうなると、そう、プッシュって、パッド打ちがあるじゃない、はいはい、だから正方形じゃないといけないですか。ああ、はいはいはい、はい、でも APC の場合はそれを割り切ってるから、そのパッドのやつがもう高さがこれでもう半分ぐらいになってるんですよ。めっちゃ長細いんですよ。そうですそうです。で、あれでいいんですよ。あれでいいですね、はい、でボタンなんで、あれはただの、そう、はい、そうなんです。で、うん、使うときライブとか実は APC の方が使いやすいんですよね。なのでアナログ的なところも多いですし、ですしかもバスパワーなんです。バスパワーそうです。プッシュはバスパワーなんですけど光がちょっとしょぼくない。ああ、じゃあ、まあ両方ともバスパワーか、うん、でもそうです。 APC40 か Mark2 かプッシュ2のこの比較はすごいありますね。やっぱりあるね。はい、どっちがいい。着せずして熱くなっちゃいましたけどね。はい、たださ、なんか一輝くんがその好きだったって言ったり、はい、置いときたいって言ってるのって、俺は、まあ、もちろんその機能がどうのこうのっていうのもあるけど、なんか物としていいっていう。そうですね、完成度が高い、はい、でデザインもかっこいいし、はい、ボタンとかのもう押し心地もいいし。そうですね、物としていいよね。物としていいですね。そうですそうです、うん、はい、だから結構高いけど、はい、APC とかラウンチパッドに比べてもね、全然高い。そうですね、全然高いですね、うん、けど高いだけあるよね。高いだけ全然あります。あれは、価値のある、価値が詰まってるますね、やっぱり。ですよね、はい、初心者の人にも難しそうに見えてちゃんとやればすぐにすんなり溶け込めるようになってますし。なるほど。 あれでしかできないエイブルトンの機能とかめちゃめちゃあるんですよね。そうなの。はい、僕一番気に入ってるのはちょっと今名前飛んじゃったんですけど、うん、何をやるやつですか。オーディオファイルをフリップに録音するときに、うん、基本的にこうギター弾いてるじゃないですか、うん、ループパフォーマンスしたくて、うん、で、まあ、フットスイッチなり手でポチッとして、まあ、2,3,4 ドンって始まるじゃないですか、はいはい、で終わりも弾き終わったら、まあ、踏むか押さなきゃいけないんです、うん、ですね。だけど、うん、プッシュだけ、うん、範囲決めれるんですよ。
あー、録音する範囲。あ、カッティングプッシュからミリ飛ばしてくれて。で、メモリで、そうです。あの、もう終わりそうだとか、それは出ない。いや、あの、出ないです。あの、そこは数えてなきゃいけないんですけども、でも2小節のループって設定してたら、もう、初めだけ押せば、うん、もう2小節ループしちゃう。で、勝手に止まってくるの。めっちゃいいじゃん。それがプッシュでした。俺、ごめん、全然知らんかった、その機能。プッシュしかできないはずです。僕、めちゃめちゃ調べたんですよ。あの、っていうのは、お客さんから問い合わせが来まして、うん、これができないみたいな。代わりにランチパッド買ったんで、これができないみたいな。めっちゃ調べたんですけども、もうないんですよ。だから、プッシュ2でしかできないはずです。なるほどね。はい、はぁ、まあ、そんだけ調べ、もしあったとしても、そんだけ調べないと出てこないような。ああ、そうだね、うんうんうん。プッシュ2だともうワンボタンでできるんで、それすごい好きですね、僕は。なるほど、なるほど。はい、へぇ、いいと思いますね。いや、まさかさ、なんとなくす、なんか好きなんですよみたいなので来ると思わんかったんでちょっと意表疲れたけど意外と熱くなったっていう。そうですね、本当に なぜ実はもうあの同じテンションで好きなのがもう一個、まああの、うん、1個だけって言っていいよ。あのさっきの人もあの1個って言いながらあのもう一個いいですか。あ、本当ですか。あの別ジャンルなんでいいかなと思います。あ、いいですよ。はい、K2、ゾーン K2。 うわボタン好き好きなんですよね。はい、アレ&ヒースのゾーン K2。 はい、これは DJ だけで使ってる、まあ、あのライブで使う時ありますけど、うん、あの DJ だけで使ってるんですけども、はいはいはい、はい、僕トラクターなんで、うん、でも X1 でいいじゃんと、うん、もうまさにその通りなんですけど、はい、うん、なんか K2 でやりたいんですよね。いやーね、もうでも未だにずっと売れ続けてるんですよ、そうですね、ゾーン K2 は。僕トラクター触ってる人は本当 K2 をおすすめしたいですね。まあカスタム好きに限るとかはありますけども、ね、うん、いや好きな人はもうね、もう絶対離れないよね、 K2 はね。で、あのあと特徴としてですね、 K2 買ってもう好きな人は人にあの勧めたがる、 K2 だからもう不協力がすごいんですよ。そうですね、一人 K2 買ったらもうあの第一、そうね、あの第一祖先みたいな感じ で、それが第二祖先で、はいはい、またその、あの結婚してまたどんどん子供が増えてってみたいな、はい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 、こういうね、なんか ネズミコネットワークみたいな感じで。そうですね、そうだから多分その頂点にいるのがリッチ・ホーティンだったりとかするんじゃない。はい、そうですね、はい、彼らが使ってるのは結構でかいで、ね、でかいと思いますね、はい。いうことで、なるほどね、はい、うんうん、まあ、あのトラクターと使うんだったらもう完璧だよね。そうですね、完璧ですし、うん、まあ、それこそやっぱプッシュと並べるとかっこいいなってなりますし。そうね、はい、ああ、そっか、プッシュと並べると、ね、プッシュと並べると好きです、ね、なるほどなるほど。いうことで、はい、いやでもなんかあれだね、なんかこういう機能があるから好きですとかっていうより、なんか好きなんですよねっていうのありだね。そうですね、なんか愛を感じるわ、そっちの方が。そうなんですよ、なんか、うん、一目惚れとかって、うん、まあ、僕も過去何個か一目惚れして買ってきたものももちろんあるんですけども、うん、なんか多分ブッシュはその一目惚れしてかつ成功した機材っていうのがあるからですかね。なるほどね、はい、結構失敗してきたのが結構ポッと買うもんね。ポッと買ってました、あの過去は、昔は結構ポッと買ってた、ね、はい、まあいいや、はい、そんな感じです、はい、で、最後ですね、はいはい、まあ、この動画や、の最後にですね、このウクライナの、はい、まあ、緊急支援というかな、の紹介をしていて、今、こちらのですね、募金のあれは終わったんですけど、はい、バッグはずっとしばらく、はい、ちょっといきなりやめる場合ありますけど、そうですね、はい、とりあえず今のところ続けてます、はいはい、これ買う と、全額、2000円ですね、2000円ぐらいですね、まあ、とにかく、はい、カバン全額、寄付を、はい、しますので、お客さんとしては、こちらを買って送料だけ払ってもらわないといけないんですけど、代引きとかの方が、はい、なんで、まあ、普通で募金するより、そうですね、はい、ね、うちに2000円預けてくれた方が、そうですね、まあ、これももらえる、はい、もらえるということです、いうことですけど、はい、どうですか。いや、これはめちゃめちゃいいと思いますし、はい、まあ、取り組み自体も、うん、まあ、すごいいいことだと思います、ね、はい、はい、なかなか長期化しているそうなので、そうだね、まあ、何か一つでもできたらなって感じです、ね、いや、ほんとそうですね、はい、もう出口が見えないもんね。そうですね、でなんか結構、うん、
こういう時こそ音楽のあり方とは何かを考えるみたいなことが結構周りでも多くて、おなんかその私たちのやってることは正しいのかみたいな、おでもなんかこうそういうそれを通してこういう活動できるっていうことも、うん、なんか音楽のいいことほど共通言語のいいところそうですよね、はい、うん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 、ぜひ皆さんご協力いただければと思います、はい、はい、という感じでございますので、こちらもねお願いします、はい、はい、ということで、あとやってないのが荒川くんとか遠藤くんとか成瀬くんとか、はいはいはい、そこら辺っていう、はい、ちょっと想像できますね、PMC06 とかそんなことないか、まさかの荒川くんなんだろうな、あ、それ当てるゲームって面白いね、あー、うん、なんかレードとかあってさ、あ、はいはいはい、だいたいさ、荒川くんの好きな機材とか10個ぐらい上げといて、あ、で、投票して、でもダマで荒川くんだけもうダマにしていて、あの SNS とかであの除外にするみたいなやつにして、なるほどなるほど、で投票して勝った人はどう思う、ああいいっすねうん、まあどうなんだろうね、まあまあそういう感じで、はい、残りの人もね、あのお楽しみにいただければと思います、はい、はい、ということで今日は一輝くんに聞いてみました、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございます。